私たちがこの本当の自分、本当の自分で出会う結婚式と、でこの三日月でか、ね、要するにいろんな結びつきがあると思うんです。昔は政略結婚というのもありました。いろいろ自分の方に有利に、戦争でも有利に働くように、相手の子供を下敷きにするような結婚もあったでしょう。いろんな結婚で、結婚というのは人間が作った結婚式を結婚と捉えるか、まあ、それも確かにみんながそれが結婚と思ってます。でもね、私はちょっと違う捉え方です。本当の結婚はですね、精子と卵子が結びついた時が結婚という、そういう観点で捉えてる。ですから、まあどんな父とどんな母でも離婚しようが、間違いなくその時に お父さんとお母さんが愛し合った結果、自分という存在がいるわけです。そうすると全部自分を認めることができるわけ。あんな仲悪い夫婦が、何で私がってじゃなくて、仲いいんです。だからね、精子と卵子が結びついた時が一番仲がいい、こういう捉え方をしているわけです。そうするといろんな、今社会のいろんな問題がその観点からいくと解決できるということです。まあ、まあ今質問はどういう観点か分かりませんけど、私の例えば政略結婚もそうだし、お金だけで結びついた夫婦ってのもあるかもしれない、まあ、世間体だけとか親の意思だけでする結婚もあるかもしれない。まあどれがいいとか悪いとかじゃなくて、じゃあもしそういう間違った結婚、どう考えても自分とは合わない人と結婚した、どうしても、ね、金の切れ目が縁の切れ目じゃないけど、そういうもので引かれていったとか、なんかいい学校に出てるからそれに引かれていったとか、男から見たらね、たまたまいい服を着て自分の好みの格好をしてたからそれに引かれてなったとか、その上辺だけでやっちゃ結婚しちゃったとかいうことで、結婚した瞬間にしまったと思う人もいるかもしれない。それはもう、まあ、結婚の場合は特にですね、洋服を選んだらね、失敗したってまた、ね、買い替えればいいけど、もしかしたら結果の結婚で一生涯自分は苦しむかもしれない。もうそれで子供ができちゃったらもう簡単に離婚もできない。子供を抱えてまた別の人の子に行くのかとかね、また置いていってもあれだし、まあどちらにしろ徹底な仕事になっちゃう。私はそれを全部解決できるのはただ一つ神話の覚醒だと捉えてる。神話に二人して確定すれば、その人間のいろんな違いを全部乗り越えることができると思う。だから最も難しいのことを最も真剣になって神話を追求することができるということです。まあだから全部神話の結婚を私は可能だと思ってる。魂で捉えてる。魂で男と女っていうのはもともと一つのものは、魂で捉えると一つのものを分かれていって分離をして、これは魂だけで DNA も起こしたで分かれていった時に、この分かれたのが一つになった時に、強烈な引き合いになるのはそういうこともある。強烈な異常なほどの引き合いになるのはだからもともと一つの分だ。そこでポンと出会った時にバッと光になる。まあそういう意味で魂の部分でもともと一つだったのは分かれてまた出会ったというふうに思ってください。男の出っ張ってる方が女性がへこんでる、女性の出っ張ってる方が男性がへこんでる、これ別々にしたら全く違う部分だけど、これここに出会った時にこれは一つになる。自分の
足りない分を相手は補ってくれるし、相手の足りない分を自分が補っている。まあ、そういうことで、またそれは意識的にできる部分と無意識的に部分でやってる部分、もっと言うなら体的に言うならもう神様はもうそういうふうに与えてますよね。まあ、その同じ体じゃないです、男と女。もうその最初からそういう違いを与えてくれてるわけ。まあ、宿題といえば宿題です。まあ、分かりやすくて、これもともと一つで分かれていった時にまたパカッと割った時に、ね、これは一つになる。まあ、こういう感じ。例えば海に水がポトンと落ちるでしょ。そしたらその水の中にポンと溶け込むじゃないですか。それも出会いなわけです。それも 海にある水と空から落ちてくる雨だれとの出会いなわけ。それがまた一つの命になって、そして溶け込み合いながらまたいつか雲になって落ちてくるということなんです。